はい、皆さんこんにちは。ドクター清です。最近マイスタ切開大人気じゃないですか。でもやっぱり切るの抵抗ある方多いと思うんですよね。でなんとそこでですね、切るのが嫌だって方に朗報です。切らないマイスタ切開が登場しました。切らないのに切開ってなんだよって思うかもしれませんけど、それは確かにズルなネーミングですが、切らずにブローリフト、眉毛挙上をできるような施術があります。それに関して詳しく解説いきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず本題に入る前にですね、切る前下切開について解説したいと思います。前下切開ってのは大きく2つの目的があります。1つは厚ぼったいまぶたを軽くしてですね、目を開けやすくしてあげること。2つ目は加齢によるまぶたのたるみで皮膚が垂れ下がってですね、視界が悪くなったりとか、三角目といって目が三角になっちゃった状態を改善するために行われます。まず前者はですね、先ほど言ったそのまぶたを軽くするためってのは20代からやる方も多いですね。なんで前下切開がまぶたが軽くなるかというと、まぶたの皮膚っていうのはまつげから眉毛に行くにつれて分厚くなっていくわけです。つまり眉側の皮膚を切除するっていうのが一番ですね、分厚い部分を切除できるので、効率よくまぶたを軽くすることができます。続いて、まあ先ほどの後者ですけども、加齢によるまぶたのたるみを切除するマイスタ切開。目尻側の皮膚ほど強くたるんでくるので、人間というのはですね、目尻側の皮膚をいっぱい取れるマイスタ切開っていう術式が若返りには向いてたわけです。まあ、だけどマイスタ切開っていうのはやっぱり傷跡が問題だったんですよね。毛放射切開って言って毛根を温存するような切開方法をすれば、半年ぐらいはかければですね、徐々に徐々に傷が眉毛の中で漏れてくるんですけど、でもやっぱりここにピーッと線が入ってきてますよね。なのでやっぱり顔に傷が残る手術なので抵抗ある人も多いと思います。ここでですね、切らない眉下切開、つまりブローリフトですね、眉毛挙上を切る以外の方法で行うことが最近出てきています。でその方法というのが、テスリフトを使った方法とボトックスを使った方法、2つあります。まずテスリフトを使う方法ですけど、僕2024年の1月にですね、テスリフトの開発者であるドクターキム先生の直接の講義を受けに韓国まで行ってきたんですね。その時にテスリフトの使い方のバリエーションとしてキム先生が推していた方法、それがブローリフトと、あとはそれに関連してフォクシーアイズです。テスリフトっていうのは、僕のチャンネルをご覧の皆さんにはですね、よく僕喋ってますから聞いたことあるかもしれませんけども、トゲトゲのスレッドの周りにメッシュ構造がついたお顔にいるリトリフトの一種のことです。テスリフトをこの眉毛から上方向に、まあ、2本ほどですね、こう V 字に入れることによって眉毛を上げることができるんですね。眉下切開と同じような効果を得ることができます。でこれがまたちょっと面白いのが、テスリフト結構長いじゃないですか。そんな長いのと頭蓋骨に沿ってうまく入るのかなって思うじゃないですか。韓国ではですね、テスリフトノーズって鼻用のテスリフトですね、小鼻の下に入れて小鼻を引き締める用のちょっと中途半端な長さのテスリフトがあるわけです。それをここに使うっていう、ノーズをここに入れて眉毛を上げちゃうっていうのがキム先生が推してた方法でした。実際僕もそれ日本に帰ってですね、最近対応してるんですけども、かなり成績が良好ですね。切りたくはなかったけど眉毛上げて目の開き良くしたかったとか、目元すっきりさせたかったって方には、テスリフトによるブローリフトすごく好評です。ちなみに先ほど言及したフォクシーアイズですね、フォクシーアイズってのは、まあ、釣り目形成とか狐目形成とかそういう風に言われるんですけど、日本だとね、垂れ目が人気な風潮あるんですけど、最近はですね、欧米をはじめ狐目とか釣り目がセクシーな女性の目元として人気になってきています。まあ、いずれ日本でもですね、ちょっと遅れて狐目釣り目が流行ってくるとか、そういった釣り目風のメイクが流行ってくることが予想されます。フォクシーアイズはテスリフト1本ですね、目尻側が斜め上方向にいることによって眉尻と目尻を上に上げてですね、釣り目に見せるっていうのがフォクシーアイズです。なんとテスリフトでブローリフトとか眉毛挙上とか狐目形成、そういったものができてしまうんですね。ダウンタウンの傷跡はもちろん眉下切開に比べて全然で、針跡がですね、1箇所2箇所できる程度なんですね。で麻酔の液体がちょっと入るので少し当日は報いますけども、翌日から点々と針跡がつくだけなので、ダウンタウンを取れない方にもすごく安心してお受けいただけます。針跡もこの眉毛の際から入れるので、そもそもそんな見えないですし、1週間もすればほぼ完全にわからなくなります。ただやっぱりですね、眉下切開と比べると、もちろん重力に逆らって上に引っ張り上げているので、後戻りはしてきちゃいます。持続期間1年と思っていただければいいと思います。でも眉下切開どころかリトリフトで上げるっていうのも怖いっていうあなた、そういった方にも選択肢はあります。それがまあケミカルブローリフトとか言われるようなボトックスによるブローリフト、眉毛挙上ですね。ボトックスで眉毛上がる、むしろ眉毛下がるんじゃないのと思う方いらっしゃいますよね。よくおでこにボトックスを打たれて眉毛が下がっちゃって二重幅が狭くなったとか、目が重たくなったって方いらっしゃいませんか。逆なんです。ボトックスによって眉毛を上げる、目を開きやすくする、二重幅を広くすることができるんです。仕組みとしてはですね、眼輪筋って言って目をぐるっと覆う筋肉、同心円状に目を覆っていてぐっと収縮することで目を閉じる筋肉なんです。そこに打つんですね。まぶたっていうのは上はですね、前頭筋って言っておでこの筋肉で、下は眼輪筋って言ってですね、目の周りの筋肉によって上に引っ張る力と下に引っ張る力で綱引きをしてるんです。下に引っ張る眼輪筋っていうのを緩めてあげることによって眉毛が上がって目が開きやすくなってですね、二重幅を広げるってことができるんです。ただ注意が必要で、やっぱりですね、まぶたにボトックスって怖くないですか。なんでかっていうと、眼輪筋っていうのは結構表層にあるんですよ。だからそこだけチョンチョンって打てばいいんですけど、眼瞼挙筋って言ってまぶたを開く筋肉、そこに効いちゃうと、もう眼瞼下垂は避けられないですよね。なのでもちろん慣れたドクターに打ってもらうこと大事ですし、そう間違いないことですね。できるだけ表面に近いところ、しかも外側を打った方がいいです。内側の部分ってのはどうしても眼瞼挙筋も近いので、ボトックスが浸透してしまって効いてしまう可能性もありますから、避けた方が無難です。なので外側に打つようにしましょうね。でそれ以外にもボトックスによる眉毛挙上が向いてないパターンっていうのは、おでこに視野が寄っておでこの筋肉で目を開けてる人、そういった方ってのは
すでにおでこの筋肉が頑張っちゃってるので、そこにですね眼輪筋を緩めたところで、これ以上前頭筋を頑張らせることは不可能なので効果は変わりませんから、おでこの筋肉を使っておでこにシワを作ってもらってる人っていうのはボトックスは適用外です。すでにおでこのボトックスでおでこの筋肉固めちゃってる人、これもですね眼輪筋を弱めたところで眉毛が上に上がるような余地がないというか、ボトックスで固まっちゃってますから、それも適用外になります。ケミカルブローリスト眉毛挙上のボトックスがちょっと話題ですけど、もともと原理としてはタレ目ボトックスと同じですよね。タレ目ボトックスってこの下まつげの際に打って眼輪筋が持ち上がるのを防いだわけじゃないですか。眼輪筋ってぐるっと目を覆ってるので、下の部分では上に上がる筋肉ですね。上の眼輪筋は下に向かう筋肉ですよ。つまりタレ目ボトックスのここでやってたことをここでやってるだけなので、まあ別に新しいもんではないです。まぶたにボトックスっていうその危なそうな場所に打つっていうところがキャッチーで今話題になってますよね。実際に今適用があるさっき言ったようなおでこの筋肉を使って目を開いてないとか、おでこのボトックスをすでに効かせてない人っていう人にはやっていただくのは効果的だと思います。ボトックスによる眉毛挙上ブローリフトっていうのは切らないしダウンタイムはほぼ全くないんですけど、まあボトックスなので効果の持続としては3ヶ月ぐらいです。ここまでですね、切らない眉下切開とかフォクシーアイズについて話してきましたけども、もちろん切る眉下切開ってのもかけがえのない施術というか、そういったものではあります。だって余った皮膚は切ることしかできないじゃないですか。レーザーとか注射で引き締めるとも限界がありますから、もちろんやっぱり切除するっていうのは傷跡とかそういった問題ありますけど、それを全てね、考慮した上でもやっぱりそれを上回るメリットっていうのはあると思います。なのでもちろん切る眉下切開っていうのも施術選択肢としては外さない方がいいですね。当院では今回申し上げた切らない眉下切開ですね。テスリフトノーズを使ったブローリフトとかフォクシーアイズ、あとはボトックスを使った眉毛挙上、それに加えて切る眉下切開、全て行っておりますので、実際にお客様にとって適用があるのかどうかっていうのを無料カウンセリングでお話ししていきます。ぜひお気軽にご覧ください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどし申しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。